ご覧いただきありがとうございます。今回は前回に引き続き斉藤和義さんの傷口の、イントロとエンディングを解説したいと思います。では一度、イントロとエンディングをお聞きください。ゆっくり弾いてみます。まず初めは G、F、F を3フレットまでずらした形です。で、間奏とエンディングはもう握り込んで弾くので、G もこう握り込んで押さえてます。親指が6弦3フレット、薬指が5弦の5フレット、小指が4弦の5フレット、中指が3弦の4フレットで1、2弦で人差し指が3フレット2本押さえてます。こういう押さえ方です。でこの押さえ方から次 A に行きます。でこれこのまま2個ずらすだけです。で分かりやすいようにこの GA と弾いてるんですけど、原曲は AD から間奏に入ってます。で、ソロ間奏に入ってますけど、分かりやすいようにも GA から間奏に入れてます。だから原曲は D から、間奏で、この動画は GA 行って間奏にしてます。解説の G から Aの弾き方に行きます。右手はもうずっとアップダウンで、ジャカって言っとくだけちょっと早いんですかね。もう一回弾きます。で、A から次の押さえ方ですけど、押さえ方ですけど、親指が6弦の7フレットで、5弦は鳴らさないです。人差し指のこの先で5弦を触れてます。あと5弦より下の弦は人差し指のお腹でみんな押さえてます。こういう感じです。この音です。なら G からいきます。こう弾いてます。で、この押さえ方ですけど、人差し指とこのコードの形は変えずに、薬指を、4弦の9フレットと3弦の9フレット、ここを押さえてるだけです。してこう弾いてます。もう一度弾きます。
音を変えてるのは薬指の3弦9フレットと4弦の9フレット、ここだけで音を変えてます。あと押さえてるのはこの先ほどのこう握り込んだ押さえ方を押さえながら、ここを押さえて音を変えてます。ゆっくり弾きます。意識するのはアップダウンを意識して、だからアップの時ここアップです、ダウンアップです。こうアップの時の音を意識してみてください。もう一回弾きます。ストロークの時はこの辺りで弾いてるんですけど、単音が入るとこのブリッジ辺りを軸にして一本一本弾いてます。もうちょっとこっち寄って弾いてみます。なんかストロークの時はこの辺で弾いてるんですけど、一本ずつ弾く時はこの辺で弾いてます。いきます。と弾いてます。でまた先ほどの G で A、変えてるのは小指で1弦の9フレット10フレット、この2つだけです。弾いてみます。でまた A、 じゃあ G、また同じこの押さえ方です。は先ほどのこの押さえ方に、押さえるのは、薬指、中指薬指で、4弦の8、9、8、9、もっと変わってるとこはアップで弾いてます。もう一回いきます。でから弾いて、初めのこの押さえて方とか弾いてみます。でから A となってます。もう一回初めからゆっくり弾きますと、チョーキングのとこから行きますと、チョーキングはアップで弾いてます。押さえてるとこは、3弦の9フレットチョーキングして戻して、3弦の7で、もう一回3弦の9で、もう一回7行って4弦の9、7と弾いてます。G から弾いてみます。となります。ここまでが、感想です。でもうここから感想とエンディングをくっつけるんで、次が、エンディングになります。でエンディングも先ほどのチョーキングのとこと弾き方同じです。エンディングとこいきます。いきます。エンディングのとこ
続けてゆっくり弾いてみます。右手をアップにして弾いてみます。ゆっくり弾いてみます。いただいてありがとうございました。次回は斉藤和義さんの Are You Ready をやってみたいと思います。この曲は E マイナーだけでイントロをやって E マイナー、 E マイナーだけでイントロをやって E マイナー、 E マイナーだけのエンディングを弾いておられます。その E マイナーの使い方がすごい上手なんで、ぜひ見てください。で、原曲は、レギュラーチューニングから半音下げチューニングで弾いておられると思うんですけど、今から弾く、エンディングはもうレギュラーチューニング、このままのレギュラー普通のチューニングで、演奏します。 では一度お聴きください。次回もお楽しみにしててください。ありがとうございました。